根性論じゃないんですよね。無理してないんですか。はい。ストライクだけを打ったやと。ちょうどオリックスで、まだ次の年にマリナーズの選手になるんですけど、その前の年のキャンプに練習参加しましたよね。はい、はい、はい、そうそう。あれ僕取材行ったんですよ。あ、そう。あの時行ったんですよ。あ、ですか。長谷川茂俊とか、はい、はい、はい。あれ、あと、うん、星野信だとか、恵比寿だとか、行ってましたよね。あ、です。あれ、みんな、あの時僕取材で行かせてもらって。はい、あ、ですか。イチローがなんか楽しそうにやってるのを見て、あ、そのイチローをね、皆さん見ていただくときに、はい、その今の大谷君はすごいんだけど、はいはい、大谷君はね、向こうのメジャーの選手とね、引けを取らない体格持ってます。あーですね、おそらくメジャーの選手より大きいかもわかる、ね、そういう体格を持って、そして運動神経がいいということで、もうみんな圧倒しちゃってるんですね、うん、私はイチローを見ていただくときには普通の青年ですよ。どこにでもいるようなゴロゴロしている青年の体型ですよ。その中でメジャーで一生懸命でやってる、なんとか日本人らしい活躍ができるというのは、そういうところを見ていただきたいというのがね、私の一番の念願なんです。もう終わっちゃったんですけどね、野球は人生終わってるんだけど、はい、そういう体型でもできますよと努力すれば、はい、日本人というね、はい、はい、これはね、はい、僕は、週刊タオスポっていうね、うん、まあ、カンテレの番組で、はい、第1回でイチロー取材行ってんですよね。はいはい、で、その時に、イチロー君と話してた時に、はい、体が硬いんですよっていう話になって、で、1回前屈をこうしてくれたんですけど、手がもう本当に膝のところからちょっと下ぐらいまでしか、普通もう床にベタッとつくのかなと思うんだけども、すごい硬いなと思う。はいはい、これは故障するんじゃないかなってね、はい、そういう僕心配したんですが、はい、その後のイチローの、ゲーム前のこの仕草、はいはいはい、いつもなんか柔軟体操みたいなことやってたじゃないですか、はいはい、あれ多分自分で少しでも柔らかくしたいっていう、はい、そういう努力をずっと続けてたんじゃないかなと思うんですよ、はいはい、だん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 柔らかくなっていってるでしょ。もうだから少年時代も硬くて。ああ、やっぱそうですよね。はい。柔軟体操に関しては、もう全然硬いんですけど、はいはい、ただ野球の動きだけは、柔らかい。はい、柔らかく見せてるような。はい、それと、はい、そんな故障で休んだっていうのも全然ないんですよ。ないですね。これはすごい。まず無理しちゃダメっていうのは私のやり方だと。絶対無理。あれ無理してないんですか。はい。絶対楽しくやっても、いくらやってもいいけど、無理するなと。これが私のモットーです。なるほど。はい、まあ、僕ら、外から見てたら、はい、あんだけずっとゲーム出てるだけでも無理してんじゃないかなと思うんだけど。だから、グラウンド2人でマンツーマンでやりますよね。はい、だから、あ、そうか、ちっちゃい頃からね、はいはい。何球以上は絶対投げさせないとか。うん、あ、なるほど、はい。で、ノックも何球まではノックやるけど、はい、それ以上やらせないとか。なるほど。根性論じゃないんですよね、そのあたりは。はい、で、まあ、ある程度こう科学的に。はい、そうです。一応自分なりにね。自分なりのね。で、体格が、はい、そのしっかりできてくるまでは、公式ボールをいじらせないと。あ、そう、絶対投げさせない。はい、はい、はい。やっぱりちょっと肩肘に負担がかかりますもんね。はい、これはもう徹底して投げさせなかった。だからもう中学までは絶対軟式でいいぞと、うんうん、はい。だから軟式野球出身です。だからお父さんはもう、一郎しか、まあ極端に言うたら、指導してないような感覚ですか。あ、そうです。これは、私は、はっきり言って、うん、自分の子供だから、どうなったって責任持てるから、うん。そうですよね。これが他人さんの子供だと、そんなこと言わないです。ですよね。いいふうに言って当たり前、うん。悪かったらお前が悪かった。やり方違うんじゃないかって言われるのも困るんです。そうです。他人さんだから。はい、だから自分の子供だから思い通りにやっちゃった、うん。なるほど。はい、それがうまくなった。それが正しい方向行って決めてたっていうことですよね。私はだけど。ああ、はい。そうですか。無責任にできたという。ああ。じゃあ、イチローの、まあ、小学校、中学校。はい。このあたりで、他の、まあ、選手たちと、ここがやっぱり違ったんじゃないかっていうのは、一番違うっていうのはどこですかね。一番違うかですか。はい。まず、野球に取り組む姿勢です。姿勢。はい。ああ、間違いなくこの勉強、夜勉強しますよね、はい、宿題やってます、はい、ちょっと息抜きにバッティングセンター行け、バッティングセンター10時までやってる、あ、はい、じゃあ8時でも9時も、じゃあすぐ行くって、はい、私は工場の方で段取りしてる、はい、じゃあちょっと待っててくれと、
じゃあな。で、お父様行くわけですか？あ、一緒に。とにかく私が一緒に連れて。行って。はい。一人で行かせない。あ、そうか。一緒に行ってね。はい。こうやって大体どれぐらい、3ゲームぐらい打つんですか？え？ 3 ゲームぐらい打つんですか？最低5ゲーム。最低 5! あれ30球ぐらい出ますかね？ 20 球か。当時25球です。25球ですかね、はい。そうです。あ、はい、で、最低 5ゲームやるわけです、ね。はい、そうです。あ、そうです。百何十球ですけど。百何十球で、あれ、結構コントロールがバラつきがあるんですよ。ボールは絶対打つなと。なるほど。そこでもストライクボールきっちり。で、私が審判役ですから。おー、なるほど。はい。ボールパスが。はい。それをいつもね、ストライクだけを打ってと。はい。はい。その練習です。そうですか。でも、ああいう素晴らしい選手が育つわけですね。そうね、まずね、それが好きだっていうのが大事ですね。ああ、そうか。これやってると一番楽しいっていうことです。はいはい、他のことよりも、はい、楽しいのはこれが楽しいんだという、はいはいはい。それが一番なんですね、これは。なるほど。間違いなく。はい、まあ実際、そういうチームに入った時に、はい、気がついたら自分が一番うまいんだっていう気持ちでやれるから、そういうこと余計楽しいですよね。余計楽しい。そうですよね。はい。そうです。だから私がね、うん、当然、一度ね、好きっきりで、うん小学校3年生から、はい、マンツーマンで3時半から、はい、ずーっとそれはすごいわこれ4年間1日も休まずに、はい、これが普通だったらできるわけないんですよこれまずサラリーマンの人は全く無理ですねそういうこと、 そういうことおっしゃる通りです、うん、そうですよねサラリーマンは 100% 無理です無理ですよね、はい、自営業で、 自営業ですねそれも内職仕事で小さな仕事場だったからできた、はいはい、そうあれちょっともう少し大きくって男の方を使ってるような工場でまずダメだ、ね、そうですね、そこでもう時間はまず取れないですよね、まあ、女の人だけもね、本当に内職仕事だから、はい、で、型をはめとけば、型を作っとけば、うん、その流れ作業で できたからそういう仕事だったからできたみたいそうかだからいろんな条件がここで加味されて一度とお付き合いできるんですよねそうか当然、私一人だけの仕事で今お話するけど、はい、皆さんね、やってもらってるということとそれ3時半から工場を出ていくのに、じゃあ、一番責任者はあと誰が見るんだお母さんしかいない。じゃあ、お母さんが後を見る。お母さんが一緒に見てるから、お母さんもやってくれるんです。ね、これ一緒に働いてくれなきゃ生活費は稼げないんですよ。そうですよね。絶対そういうことで、一人では何でもできなかったなっていう、ね、今になってつくづくね、そういうことを考えるとね、あ皆さんが盛り上げてくれたんだなっていうね気持ちが強いですね。すごいですね。だから一人だけ良くなったんではダメだ。みんなを良くしなきゃいけないんだよというのが今私の根本の精神です。それがね、まあ一つは一郎にもこう繋がってるのかなと思うのは、はい、フレッシュオールスターですかね。なんて言ったかな。はいはいはい、二軍のね、はい、オールスター、はい。あれで彼は一回 MVP 取ったんですね。はい、そうです。はい、で賞金もらったんですよね。100万円もらいました。で僕その100万円かな。100万もらったんです。はい。たらなんか寄付しますって言ったんですよ、ね。神戸市、はい。神戸市でしたかね。はい。僕はそれでびっくりしたんですよ、はい、だってまだ2軍の選手ですから、はい、年俸もね、はい、もう何百万の世界そうです420万です420万でしょそのうちそれがプラスでボーナスで100万くれた、はい、これ寄付しますってね寄付されたでしょ、はい、この選手は何なんだと僕思ったんですよ裏話していいですかしてくださいよ、はい、これはね、はっきり言って、はい、私もね、はい、皆さんに役立つということをね、はい、大好きなね、はい、考え方として、はい、そしたらそこへプラス、はい、私の兄貴が、うん、おい、ノブ、ちょっと100万、神戸市寄付したらどうだお兄さんが言われたそうそれは私はもう、2つ返事あ、そうしようはまあ言ったらゆとりの時代じゃないじゃないですかまだその頃はね欲しいですよねそうですよね欲しいですよだけど、それでも寄付しようっていう思いになった。そうです。これは、なんかあれ、神戸が、地震した時じゃないですよね。もっと前ですよね。地震はその後です。後ですもんね。だからもっと前ですよね。だからそれで寄付しようってなったんですね。はい。これはいいことだ、いい考えだなって。いや、僕あれで、イチローってものすごい印象に残った。まあ、それが一つと、あとは初めて会った時の宮古島のキャンプの、僕がバッティングピッチャーした時の、どんな球でも芯に捉える、うん、この選手はすごいなっていうこの2つがね、はい、イチローに対してね、はい、印象に残ってる出来事なんですよ。はい、細い体でありながらね、
なんとかね、みんなにね、うん、負けないぐらいのね、打球が打てるというね。そうなんですね。本当、もっといかついごっつい人たちいっぱいいる中で、細身の。そう、そうなんです。イチローがね、あんだけの結果を残せたっていう。街の中行くとね、他のね、子たちとそんなに、体格はね、そんな変わるわけじゃないんだけど。それより細いぐらいですよ。そうです。雰囲気ね。はい、そうです。だからそういうことを皆さんにね、思っていただいて、あ、努力すればできるんだなっていうね。はいはい、まあ、努力だけではね、うん、できないものもあるでしょう。正しい努力をね、はい、うまくしていけば。そうです。あ、そうですよね。本当、特別な、ごつい体でも何でもなくてもできるんだぞっていうところをね、はい、感じていただくっていうことですよね。そうです。互角以上にできますよっていうね。はいはいはい、だから今ね、はい、まあ野球に限らず、はい、将棋のワンダーね、あ、藤井君とか。藤井君すごいですね。ね、あ、今出てくるのはね、卓球で小さな子がね、また出てくる。ゴルフでも小さな子がいっぱい出てくる。どんどん出てきますよね。そうなんですよ。さ、小さい頃から夢でね、はいはい、みんなね、そうやって好きなことをね、はい、一心にやってきて、はい、そしてね、この二十歳前後でね、はい、みんな開花するんですよね。そうですよね。だからそういうことを思ったらね、小さい頃からね、好きなことを夢中にさせるとね、はい、親はやっぱりそういう、ちょっと、まあ、あんまり本人に感じさせない中で、はい、そういう道筋を作ってあげるっていうことは大事ですよね。そうです、正しい方向に導いてあげる、そうですね、そういうような気持ちですね、はい、あ、今日いい話を聞かせていただきました。いやいや、まあ、親の責任ってそんなことですね。まあ、それで、まあ、今イチローも今年50、はい、になりますよね、はい、これからのイチローで、なんかこう、お父さんからして、はい、なんかこう、要望、そうですね、期待感というか、どういうところに。50歳、60歳、うん、その、節目節目でね、はい、あ、この50代ならこういうことをやっておくと、60代になって初めてこういうことをやってみないかって、また声がかかる、はいはい、そういうことのね、積み重ねを大事にやってみてほしいなと。あ、僕個人的にはやっぱり指導者としてね、はい、そうですね、どういう形でもいいんで、はい、指導者として、はい、ユニフォーム着てもらえる、そういうことですね、ね、私も夢見てます、お父さんも、はい、あ、ね、そしたらまた楽しめます、はい、実際僕も、はい、まあ、短い期間のジャパン の, コーチだとか、はい、1年ですけど楽天の監督させてもらって思ったのは、はい、プレイヤーの楽しみと指導者の楽しみはまた違う。そうでしょう。お父さんも指導されたから感覚わかると思うんですね。はい、そうです。だからその指導者の、はい、楽しみも一郎にも感じてもらえたいですね。はい。そこでまた新しい人たちが育っていくのを楽しめるっていうのもね。ね、私はそう思いますね。この昔からことわざでね、はい、名選手必ずしも名監督ならずってね、うん、はい、そういうことあるもんだから、はい、うん、そういうことをね、一つね、いや、こういうことだったらまた名選手も名監督になるぞという、そういうダーをしてもらいたい。ね、だからこれは、はい、自分の成績にあぐらをかかずに、そういうことです。やっぱりこれから新しいことを勉強しながら、そうですね、自分をこう高めていく。前進してほしい、ね。そうしたら必ず、はい、僕は他の、波の選手よりは絶対にすごいことを、はい、ううことね、した人だから、できると思う。その気持ちが分かる、ね、そういうものになっていかないと、はい、はい、いけないですね、はい、いだからさっき一番最初に言ったように、はい、私は一流選手じゃなくてよかった、ああ、ということはその押し付けないという、うん、その人の気持ちが分かるということですね、はいはい、その人の気持ちが分かるような選手であって、そしてコーチであって、そういうような監督業ができるようなものに進歩、前進したいですね、はい、今度一郎がそういう立場になった時に、はい、お父さん元気でまた一郎に指導してあげてくださいよ、押し付けないように、押し付けないように、はい、ね、いい方向へ導いてあげてくださいよそうです ね, ね、それが一番ですね、はい、はい、まあお父さん元気でよかったです。いやいやいや、ありがとうございます、もうまた聞かせてください、どん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 と、もう田村さんだったらどんどん話が進みますよ、もう、いやいやいや、今日はもう本当楽しい話聞かせてもらいました、はい、ありがとうございます、お忙しい中お元気で、はい、ありがとうございます、はい、今度釣ったらそんとまたゴルフやりましょう、ゴルフやりましょう、ね、よろしくお願いします。まだゴルフ行かせてます。お願いします。よし、行きましょう、行きましょう。お願いします。お母さんも今日元気でよかった。もうね、80歳で超えるとね、いくら死に切り振ってもね、150十分だよ。いや、本当にそうですよ。十分です。間違いなく。十分です。
だから、ね、そんな、大きなのを考えた方がいい。ミドルホールはね、パーオン絶対できなくなるんですね。あ、なるほどね。間違いなく。はい。お父さん上手かったからなぁ。パーが取れるので、ショートホールだけど、あ、そうか、最近は。まあでもね、やっぱ楽しむっていうのが一番ね、大事ですから。また楽しみで一つよろしくお願いします。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。